作家の信ですよろしくお願いします。お願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、えー、隣の力、第2位は行きたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。ゆか和彦さんの作品ですね、脚本。はい。ちょっとやっぱり、なんていうんですかね、あの、身構えて、こっちもちょっと気合十分で立ち向かわないと、ちょっとやっぱえぐられて、ね、しまうので。 そうね、返り討ちにしゃべるからねでは見られないいいですよね <laughs> ちょっと緊張感が漂うというとかいつも鋭、ね、鋭いいい本当に差しし口ででででえぐられていくんでちょっと、ね、楽しみですよねもか今回もねなんか要するにどうしようもないな。 あのそうですよねヤングケアラーのまあ問題というかうんそなですよね結局そうどうしようもないんだけどまあそれになんとかこうなんていうんですかねそう寄り添うというかっていう多分ところですよねうんはいえっと二分のところですね松本さんが長尾さんのこう話を聞きに廊下へ行くところがあるんですけどやっぱりこう話の内容というかこう 非常にやっぱデリケートで繊細なんですよねなんだけどそこに入っていこうとするというかちょっと距離を縮めようとする良い演技だったと思いました。素晴らしいですねいやなんかこうそうなんですよね話してる内容もそうだけどいざ話しかけるまでのアプローチというかがやっぱりすごく難しいし繊細だしっていうところですよね。 なかなかね、そんなに関わ。はい、簡単に関われることじゃない。ね。から。っていうところですよね。はい、で、次が九分のとこですね。吹雪さんが長尾さんの思い出を話すところ。うん。これはね、こう、松本さんにね。大切に優しく、こう、渡していく。うん、うん、非常にいい、優しい交流なん。 ですよね、うん、で今までのそのな人生が当たるというかその背景の当たる素晴らしい、うん、え演技でしたねでこれ何回か出てくるんですよねそうねこの話自体はそう,うなんですよねうんあそうな、ね、エピソードがねそうでもねそのたんびにねあのこう優しい うん、これもまたねえぐられるいいとこなんですけど演技的にはいいとこなんですけどい,<や>言い,たいなそうですよね <laughs>、うん、そうなんていうんですかねあのそうですよね毎回その新鮮に初めて話すことだと思って話してる、ねうん、けど受け止める方はそれを何回も聞いてるからっていうね,ねところですよね、うん、そうすごく残酷な仕組みを作りましたよねこれね本当ですよね <laughs> <laughs> うん えと次20分のところ、ふぶきさんが、えー、強盗と間違えたところですよね。うん、これ非常に短かったんですけど、背景の当たるね素晴らしい繊細な演技だったんですよね。うんはい、よかったです。で、えー、と次は32分、ふぶきさんと帰ろうのこうジャンパーをかけるところ、これも短いんですね、ここ短かったんですけど。 なんかね、素晴らしくそれがね、古吹雪さんを揺らしているというか、体に響いている演技だったんですよね、うん、素晴らしかったですね。うーんで、はいえー、ラストですね39分、はいえー、松本さんがです、ね、張り紙にチカラさんに電話ってこう、うん、書かれてるんですよね、うんうん、う見た時の体の反応が、ね、非常にあの素晴らしかった。 ですね。あもう、うん、無駄じゃなかったって言うと変ですけど、うん、なんかこうお力になれたんだっていう、うん、なんか達成できたんだっていうあったかい思いが溢れていた演技だったと思いましたね良、うん、かったですそう確かに何かこう解決したわけじゃないけどなんていうんうですかねまあ関係を作れたというか、うん、そうなんですよねっていうところですよねうん、うん、そうでも 本当に何だろう、あの強盗に間違えるところとかは、なんていうんですかね、あれもすごく残酷ですよね。その、ねうんうん、お芝居が、その芯にね、刺されば刺さるほど残酷に、ねうん、切り口が尖っていくというか、うん、鋭くなっていくというか、うん、いやーねーっていうところですよね。いや、これ、10回分ぐらいの、うん。 痛い種類のナイフが来るんだな。いやーそうですね。<laughs> <laughs> いやそうですね。<ー>うんそうですね。なんだろうやっぱ解決できない問題をあらわにしてるというか、う,ね、かうんうういやそうですね。どうしようもないというかね。まあどうしようもなくはないんだけど、う,ん、そうしいで<も>繊細だしデリケートなところだよね。うんなんかそうですよね。個人の力ではどうしようもないようなものを。 描いてるし、なんだろうそれをなんかこうスーパーパワーで解決することはないっていうドラマですよね。ねそう、なんかこうねそれと付き合っていくしかないというか、うん、寄り添っていくしかないっていうようなね重いものを背負ってますよね。ただねあの松本さんだったりねあのー、家族がさ、うん、非常にこうなんだろうなこうポジ,ポジティブだし、うん、明るい家族なんだよね。 さんもねだからそのそこまでこうあそうですねそうですね,ねタッチ自体はそうですよね。ね立ってるねそうものの本質っていうのは多分すごく重くてどうしようもないもんだけど<ー>そのねそれを周りにカバーしてるというか表面に触れる部分はすごく明るいタッチになってますよねそう。それがなんかちょっと救われる部分なのかもしれないですよね。 うん、なんだろう、重い問題でもちょっと明るくそれに対処していこうみたいなところですかね。そう。うーん、そうですよね。いやー。はい。というわけで、はい、隣の力第2話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、えー。この動画、少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。えー、お気に入りのシーンだったり、お気に入りの俳優さんだったり、ぜひ教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。